この動画を最後まで見ると音楽のおしゃれさに気づける。おしゃれ、はい、おしゃれ。はい、どうもこんにちは、サバンドへようこそ。レンです。10年ぶりに風邪ひきました。 P です。こんにちは。10年、約10年ぶりぐらい。いや、今回久しぶりに熱が気づいたら38度ぐらいやって、でこの時期やんか、やばって思って。絶対コロナだね、それは。いやと思うやんか、うん、病院行って、まあ、3時間ぐらい待ってこう PCR 検査を受けた結果、うん、まあ、陰性やったんかね、うん、で陰性だって思ったら次の日俺発熱して合ってないんでその時合ってない。そう、風邪っぽいから休むまで休んで、そう、合ってないのに次の日になんか俺がコロナになって、そう陽性でそう、そっから3週間空いて、そうで結局、まあね、最近ちょっと撮影できなかったんで、あ、今日はあの最新シングルをちょっと分析したいなと思って、で今日やる曲が、はい、エメさんの、うん、おあいこ。おお、最新最新、うん、まあ、あのエメさんの曲全部おしゃれなんやけど、まあ、今回のこのおあいこも、うん、すごいおしゃれポイントがいっぱいあったんで、うん、そこを今日は紹介していきたいと思います、うん、はい、はい、ということで今回はエメのおあいこの曲分析、早速レッツゴー。じゃあ今回のポイントは2つあります。2つ。まず1つ目のポイントが、はい、サビのコード進行。コード進行、すげえドヤ顔で普通のこと言ってる。サビの進行、サビのコード進行これが普通のこと言ってるように聞こえたやんか、うん、けど普通じゃないね、これが。へー、サビのコード進行が普通じゃない、うん、大体のコード進行って、うん、まあ、数字で言うと、まあ、なんか4536とか1645とか、ちょっとまあ、分かると思うけど、1時間ぐらいやる。あ、結構あの、数字が飛び飛びになってるやん。4、5から3に戻って6に飛ぶとか、1から6に行くとか、うん、ってやけど、このサビのコード進行は、綺麗に階段状になっていってるんだ、うん、ちょっとこれ、ま、一回じゃあ聞いてみてもらおうか。うん、サビの部分。だいたい33秒ぐらいかな。はい。一回このサビの部分のコード進行がちょっとこう上がっていく、階段状に上がっていくのに注目して聞いてみてください。はい。はい。めっちゃわかるね。なんか全然ちんぷんかんぷんかなと思ったけど、うん、聞いたらすごいわかる。わかりやすいやろ、うん、わかりやすいやけど、これ普通のコード進行じゃないやんか、普通の J-POP だから。珍しいな。サビでやるのしかもあんまない。そうやろ、うん、そうそう、王道じゃないことをこうサビにぶっこんできてんのに、うん、このおしゃれさを出してきてるっていうのがすごいなって思って。うん、かっこいいね。そう、コード進行とメロディーとかのすごい妙というか、うん、テクニックというか。注目しないな、そんなとこ俺。コード進行。コード進行ね、そうそうそう。うん、まあ、このおしゃれポイントっていうのがこのコード進行に隠れてるんで、ここがまず一つ目のポイントです。はい。はい、続いて二つ目のポイント。はい。二つ目のポイントが、ラスサビだけの豪華ストリングス。ラスサビだけ。ラスサビだけに入ってる、ね。ストリングス最近好きだからね。ストリングス、まあ、昔から好きだから。確かに。ずっと好きって。あの、一番と二番のサビには入ってない、豪華な綺麗なストリングスが、ラスサビに入ってるんだよ。で、そのラスサビっていうのが、最初あの、ちょっと、雰囲気の落ち着いた落ちサビから、マックスにボーンって帰ってくるんだけど、うん、その帰ってくるところにストリングスが入ってきて、これがもう最高に気持ちいい。おー。じゃあ、一回聞いてみてもらおうか。はい。時間が、だいたい3分ぐらいかな、ジャストぐらい。はい。うん。ラスサビの落ちサビから、こう、ね、マックスに帰ってくるところのストリングスに注目して、一回聞いてみてください。はい。はい。ああ、綺麗。めちゃくちゃ綺麗。これルルン、そうそうそう、駆け上がっていく感じ。うん。これぜひね、今、スピーカーで聞いてもらったけど、イヤホンとかヘッドホンとかで、しっかり聞いてほしい。めちゃくちゃ気持ちいいから、これ。めっちゃかっこいいけど、この達也のこれがもう、すげえダサかったよ。もう指揮者や、指揮者。いや、すごいダサいよ、これ、多分。もう、いや、一回注目してほしい。イヤホンで、ルルンみたいな。イヤホンで聞いてみたら、こうなるから。なる。こう、こう、もう、経験の上でなっちゃったの。そうそうそう、体が勝手に動いちゃった。体勝手に動いちゃう。絶対なるから、みんなも。指揮者に。指揮者になるから。編集してちょっと笑うと思った。自分でちょっと、あ、俺、あってなる。いや、全然アップで抜くけどな。はい、ちょっと見とくわ、覚悟しておこう。で、最後に、はい、ここ好きポイント。うん。ここ好きポイントが、ストロークギターのオン・オフ。ストロークギターの、うん、あの、この曲の大体のオケのメイン、あのギター音がメインになってるんだけど、うん、あのフレーズというかところどころでこうミュートしてるよな、うん、じゃーんつじゃーんつみたいな、うん、それのオフの部分がすごいこの曲の爽やかさというか空気感というか
っていうのをなんかこうよく感じられて、そこがめっちゃ好きやねんか。オフで感じるんだ、うん、そうだね。引きっぱなしとかの伸びやかさじゃなくて、うん、なくなることによって感じる軽さというか開放感みたいなのがあって、へえ。一回その俺がこう感じた部分っていうのが、うん、時間的にだいたい今0分54秒とかサビの後半とかかな、うん、まあ、一回ちょっとそのポイントを聞いてみてもらおうと思います。はいはい。おい、うん、結構メインサビとかさ、ギターがジャーンジャーンジャーンって全部こう伸ばして弾いてるのに、サビの後半で結構長い間弾かなかったりするポイントがあって、うんうん、そうのバックにこう綺麗なストリングスみたいなのが流れてるんだけど、うん、この何音圧の差っていうのがさ、うん、それがすごい気持ちよくて、こう常にこうギターが鳴りっぱなしじゃなくて、うん、あえてこう抜く部分があったり、そうあるね、うん、このメリハリのついたポイントがすごい、なんかこの開放感というか空気感がすごいおしゃれなと思って、うん、これがこのおあいこの結構好きなポイント。なんかドラマ、うん、ドラマならではみたいな。あ、結構リズム感もこれで結構出てると思うし。言ってたもんね、給付がリズムを作るみたいな。うん、すごい偉そうなこと言ってたけど、こっちからドヤ顔でも給付がリズムを作る。給付が得意ですって言えたら一人前だって先生に言われたから、それ先生に言われたから先生上の人いたわ。そうそれでまさにじゃん、受け売りやから完全に給付じゃったあれ。そうそう、じゃん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 っていう、うん、感じるもんね、あれ、うんうんうん、この、ミュートの部分が、うん、このおあいこの好きなポイントなんで、はい、ぜひ皆さんも、ね、こうちょっと注目してもう一回聞いてみてください。はい、はい、本日は以上です。はい、はいはい、ということで今回はエメのおあいこの曲分析動画でした。このチャンネルでは歌分析や楽器分析毎週アップしてます。ちょっとでも面白いとかためになったって方はぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いします。そして今回のコメントテーマは、はい、今回のコメントテーマは、ま、エメさんの曲の好きな曲、おうん、で最近 YouTube でさ、うん、ファーストテイクとかで結構歌ってはるやんか、うん、残響とか、うん、片思いとか、うん、だからそのファーストテイクの動画とかも含めて、まあ、この曲が好きですとかこの曲のこの部分とかでもいいんで、ぜひ皆さんコメントよろしくお願いします。知りたいね、マニアックなのでもいいからちょっと聞いてみたいと思います、うんうんうん、はい、もちろん感想やリクエストもお待ちしております。最後まで見てくれてありがとう。またね。あ、というかさ、うん、今日が 26? 26今日からあのあれヒゲダンの、ああ、音楽隊、あ、今日、あ、見に行かないと、今から行く時代、ちょっと今からじゃ行くか、よし行こう。トーク軽、絶対嘘ってバレるこれ。いやでも見たい見たい、普通に見たい。でちょっとみんなでディレクトっていこう。はい、はい、あなたも義務ですよ。これ、エメの動画じゃなかったっけ？いや、まあ、そうやけど。そう。まあ、トガキやし。いや、なんじゃね。